今日はここまでかな。ありがとう。僕に任せて。手間をかけさせない。クレス先生直伝の剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。ヘルスクロー、はあ、舞い上がれ王天井隠し。そういえば前にクレス先生がすごく強い魔物この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。勝てた。俺がみんなを守ってあげる。行くよみんな。ヘルスクロー、はあ、負けんけん蹴散らせガソス超破弾。一気に切り抜ける。マジンケン、はあ、舞い上がれ調子いいみたいね。そういうベルベットこそ。よし、森を抜ける。
修道院はもうすぐそこだ。修道院にいる孤児のみんなは身寄りのないかわいそうな子たちばかり。あの子たちのこと悪く言う人もいるけど、だからこそ俺がみんなを信じてあげなきゃ。ナッシュは確かにいたずらもするけど、強盗なんてひどいことはしない。ナッシュはトガビトなんかとは違うんだ。待ってて、すぐに俺が誤解を解いてあげるから。この人だ。一瞬で後ろに回り込んだ。もう帰った方がいいよ。無理して通ろうとするなら、それでも無理だということを示さなきゃいけなくなる。私がね。やめてくれミゼラ。俺たちはナッシュを探してるだけなんだ。ナッシュはここにはいない。さっ、だから俺たちがそれを確かめてやるって言ってんだ。痛い。この中には小さな子供がたくさんいる。今のあなたたちみたいに怖い顔してる大人が大勢で押し入ったら、だから通せないの。帰って、さようなら。そうは言ってもね、これは強盗事件なんだ。村のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとナッシュには事情を聞かないと。あの子はやってない。確かにいたずらはするけど、人を傷つけるような子じゃないわ。そんなもんわからないじゃ。行ってて。ミゼラ。カナタ。平気だったミゼラ。俺が来てあげたからもう大丈夫だよ。うん、カナタが来てくれたからもう大丈夫。私一人じゃ何もできなかった。俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。ナッシュは犯人じゃない。いや、しかしな、うちの野菜もあのガキに取られたん。確かにあまり言う。みんなお金がないなりに一生懸命生活。そのことはごめんなさい。俺が代わりに謝り。悪気はないんだろうが、バカにされてる気がする。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。俺が保証します。大変だ。怪我をしたばあさんが。どうした？たった今息を引き取った。そんな。くそ、ナッシュはどこだ。あ、助けてくれ。ナッシュ。くそ、待て、このガキ。ゴードン、隣町の荒くれ者がどうしてここに。俺見たんだ、雑貨屋に盗みに入ったゴードンがばあさんを後ろから殴るとこ。でもそれをゴードンに見つかって、誰にも言わないようにって捕まっちゃったんだよ。そういうことだったのか。おい、てめえら、痛い目会いたくなかったら。許せない、おばあさんを襲うなんて。はあ、許せなかったらなんだ。罪を犯した奴には容赦なんてしない。行くぞ。くそ。逃げた。森の方に行ったな。大丈夫。待って、カナタ、私も行く。え、でも相手はすごく悪い奴だし。危なかったらカナタが守ってくれるでしょ。うん、
そうだね。ありがとう、カナタ。じゃあ、気をつけていこう。手間をかけさせない。僕の剣があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら誰にも負けない。生きて帰れると思わないって。かかってこい。大したことなかったわね。ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ、強盗に。そんな悪い奴を野放しにしてたら。どうしたの、ミゼル。カナタは、私には分かってたよ。うん。とにかく、今は急い。ここは魔物もいるし。うん。いつだって私は、カナタの後ろについて。ミゼラ、俺の後ろに。うん、そうするね。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど。とても怖かったよ。そっか、あれ。でも着いた時、ミゼラが村の人を押さえ。気のせいだよ、私一人じゃ何もできない。そう、大丈夫。うん、ありがとう。いた、ゴードン。こんなとこまで追ってきたのかよ。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団。待って、カナタ。これは
魔物の声。こんなやつ初めて見る。カナタ、一気に切り抜ける。マジンケン、なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。無事か。あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。まばゆき雷光ライトニング、ヘルスクロー。無理に追う必要はない。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとうございました。でもどうして。君たちは悪い人間には見えない。強いて言うなら勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。あんたが使命を果たし終えるまで理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの、ああすまない、自己紹介がまだだったな。私はミラ、彼女はベルベットだ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに。探しているやつがいてな。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみつぼらしいし困ってるんですね。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせベルベット。それよりカナタ。何ミゼラ。ゴードンが。あ、いない。逃げられたのか。魔物と戦ってる。おーいミゼラ。ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよカナタ。いい格好しようとしちゃ。ナッシュ、何かよ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映してあるんだ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに転…見ろよ、ビジョンセントラルに。こいつ、隣町のゴードンじゃないか。許せないな。なんだ
俺のビジョンオーブが。なんてひどいこと。おばあさん相手にこんな悪人は裁かれるべきだ。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ消えろ。私たちも行くぞ。ほんと勝手なやつね。ゴードン腕に紋章が。あれが罪の刻印か。罪を犯しみんなが執行を願った。うん、ゴードンはトガビト、トガビトだ。あれが。やっぱり来てくれた。執行者だ。初めて見た。すごい、正義の執行者だ。罪を犯したトガビトを裁きに来たんだよね。やめてくれ、やめてくれよ。だから、だから許して。がゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。どこ行ったんだ。すごい、一瞬でトガビトを消しちゃった。よかったねミゼラ。これそうだね。おい、ゴードンのやつは執行されたみたいだね。はん。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。父さんが。やった。多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。ミゼラとナシも行こう。うん、わかった。手間をかけさせないと。僕の点があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら。誰にも守る。アゲンケン天神電撃あしたため。さあ行こう。邪魔するやつ倒すだけよ。この一撃で決める。負けるものか。炎よ燃えあれ熱波扇風機。決着をつける。何があっても歩みは止めない。傷ついたって戦い続けて駆け抜ける。私たちは負けない。
どうして戦わないの？彼方が守ってくれるか。でもさ、ミゼラって彼方より全然強いじゃん。え？そうなの？ミゼラ。そんなことないよ。私はいつだって彼方に助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ。君のことは。うん。ありがとう。ナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうしたベルベット？まさか。ええ、どうやらいたみたい。呼ばれてるわ、この腕が。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな、カナタ、ミゼラ。え、そうですか。カナタを助けてくれて。俺の家、この先にあるんです。もしまた困ったことがあったら、何でも力になってあげますよ。あんた、その言い方なんとかならないの？え、何がですか？よせ、ベルベット。ありがとう、カナタ。好意だけ、うっち。さっさと行くわよ。ああ。さらばだ。縁があったらまた会おう。ええ、また。さようなら。かなり近いわ。この腕が薄いてる。同類が近くにいるってね。あまり無理はするな、ベルベット。その腕に頼り。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の力を吸い尽くされるような感覚もあったけど、こいつはなすべきことをなすためにあんたのおかげで手に入れた。そうか、私に向けた君の感情は至極当然のものだ。しかし今この時は仲間として。わかってるわよ、言ったでしょ。その中で見極めさせてもらうわ。ああ、そして私が使命を果たし終えたその時は。かったな、かっこよかったな、執行者。罪を犯した人間の様子を転映、それを見た世界中の、そうして多くの人が執行。やっぱりビジョンオーブって。オードンは執行者と一緒に消えちゃったね。ええ、どこへ行って。そんなのどうだっていいじゃないか。ゴードンは罪を犯。そうだけど、完全に消えちゃうって。何を怖がることあるのさ、ミゼラ。裁かれるのは悪い人間だけだよ、ミゼ。そうね。だけどもし罪を犯すような悪い人間はいなくなって当然さ。そうだね、彼方の言う通りだね。この世界には悪い人間を裁くビジョンオーブがある。だから不安に思うことなんて。あなたか、迎えに来てくれたんだな。ミゼラとナッシュも一緒か。元気にしていたかい？はい。ナッシュはよくいたずらをするか。かけ、事件があったんだけど、ナッシュは何。そうか、村の皆さんもわざわざ出迎え。いえいえ、コーディさんのや、なかなかできることじゃないです。身寄りのない子供を引き取って育て、カナタ君、君の弟。はい、俺の自慢。父さん、今回の旅は長かったね。ああ、とてもいい人と出会えたんだ。え、それってミゼラ。あ、そうですか。よかったじゃないか、ミゼラ。うん、早速明日の朝
迎えに来てくれることになったよ。裕福でとても優しく、いい人だよ。そっか。カナタ、お願いがあるの。どうしたの、ミゼラ。一緒に、あの場所に行かない？あの場所って。どこだかわからないが、行ってあげなさい。最後になるかもしれないんだから。そうだね。ありがとう、お父さん。じゃあ行く。ミゼラを引き取ってくれる人、明日から。どうかしたの？なんでもない。いつの間にか、修道院の中。うん。どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉し。あ、でも、もちろん、ミゼラのことは俺を。うん。この辺りも魔物がいるし、俺がみんなを守ってあげる。僕の剣があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら、誰にも負けない。一気に切り抜ける。大丈夫だ。ヘルスクロー。ここだ。仕方ありませんね。いつでもいける。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。勝ったぞ。ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな。きっと大丈夫だよ。あの父さんが選んでくる。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないで。そういうかわいそうな人たち、すごいよね。うん。だから、そんな父さんが選。そうだね。大丈夫。いい香り。着いたよ、ミゼラ。君、連れてきてくれてありが。本当は、でも、ミゼラはほん。うん。知らぬいの花は、強。知らぬいの花の茎は、それとね、この葉。もしかして、発火性のこと？それが危ないから、こ。うん。自分から花が咲いている場所に、あ、そうして撒き散らした花粉が、大切な仲間を、仲間を守る。私は、知らぬいの花みたいになりたい。どういう意味？ああ、そうだ。ちょっと待っててね。ほら、髪飾り。素敵。つけてあげるよ。綺麗だ。うん。いや、あのさ、ミゼラ、遠くに行っちゃうけど。うん。あのね、カナタ。
今まで私をずっと守ってくれ。そんなの当たり、みんなの笑顔は。ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺はいつか、トガビトを消して、みんなが幸せになれれば。だからさ、ミゼ。私、絶対に幸せになるね。どうした？ミゼラのそんな顔。うん。そっか、今日の私の姿を。当たり前だよ、絶対忘れない。うん、カナタ、今日は。明日の朝、カナタ。ナッシュ、俺は何を言っ、お前は知るべきだ。ただし守ってやる。またそれかよ。また何もしない。手間をかけさせない。僕の剣があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら。ほら、かかってこいよ。はい、ヘルッド。はぁ、負けんけん。いっちょやってやるか。せや。はっ、容赦しない。消えない傷、刻んで果てろ。リーサルペイン。自分の心に従って戦ったまでです。俺を使ってくれてありがとう。あんたと会えてよかったわ。これからもよろしく。キュキュ、いつも思う。ありがとう。あなたと共に進む、それが私の選んだ道です。俺はさ、世界中のみんなを幸せにしてあげたいんだ。好きな食べ物はパスタ。行くよ、みんな。うん、なんとか勝てた。何を読んでいるの？ああ、これ世界中のおしゃれな、一味違う着こなしテクニック。ここに乗っているような。カナタはかっこいい。そりゃもちろん。誰にかっこいい？そうだね、女の子にモテたい。ミゼラ、ここで問題です。世界中で女の、その女の子が、世界中で女の子がだったらやることは決まって。やっ
っぱりカナタはいい。ありがとう、ミズラ。それで今の問題の何だったかしら。こんなもの、やれやれ、片付いたみたいね。分かった。僕に任せてくれ。はい、お役に立ちます。大暴れしちゃうぞ。修道院に明かりが。そこにいるのは誰だ。しまった、見張りに。見張り。君はカナタ君。どうしてって、それは俺の。こんなところで何。中には誰も近づけるなと言われている。聞いた通りだ。襲ってくるぞ。武器を構え。どうしてこんな。俺がみんなを守ってあげる。修道院で一体何をしてるんですか。やるしかないのか。それじゃやっちゃうよ。
気に切り抜ける。大丈夫だ。甘い。この一撃で決める。負ける。このか。これもか。こんなに大したことなかったわね。これが私のやり方よ。もっと強く。